周瑜は中国五弹末期の武将。字は黄金、あだ名は周郎、幼修路高高のぶるけんの人、高祖父は周栄、呪祖父は周慶、呪父は地方だ、父は周羅、子は修順、修種、周比。妻は小教。路高群の近い絵は五弹町において、 高祖父の周営が小書霊になったのをはじめに、樹祖父の周慶、十父の地方だが三皇の一つである大尉を務めた、名家である。父の周子とも落葉圏霊となっている。周儀は成人すると立派な風采を備えるようになった。孫権が半島卓の連合軍に参加した際、彼の息子、孫作の名声を聞いた周儀は樹春に赴き、孫作と面会した。 同い年の両者は信仰を結んだ。孫作に、のるへの死去を進め、孫作はこれに従った。周遊は大きな屋敷を孫作の一家に譲り、家族同然の付き合いをしたという。公平元年、演術の下にいた孫作は劉洋を攻略するため、江東へ軍を挙げた。ちょうどその頃、十父の周直が、太陽大使に任命されていたので、 周遊はご機嫌うかがいに出向いていたが、孫作から誘いの手紙が来たため、周遊は兵士を連れて、これに従った。孫作に従って、横へ通り、さらにマグサ領を攻略し、水見熟と工場を通って、極和に進み、流洋を廃走させた。孫作の軍勢は、数万に膨れ上がり、孫作は、独力で、 クレと会計を攻略できると判断し、周囲には太陽の守備を任せた。演術は太陽大使に一門の縁種を送り、周直と周囲を受春に召喚した。演術は周囲を廃下に迎えようとしたが、周囲は演術の先行きに見切りをつけ、伊思県の長になることを願い演術の下を離れ、やがて198年頃にクレに帰還した。その頃、露宿と信仰を結び、 クレーの亡命にも同行させている孫作は周囲を歓迎し、権威中老将に任命し、兵士2000人、牙50匹を与えた。さらに軍学隊や住居を与えるなど、その待遇は並外れていたと言い,い、孫作はかつて単陽で、周囲に受けた恩に報いるためには、これでもまだ足りないと述べたという。人々は、当時24歳の若い周囲を就労と呼び、称えていた。 クレ軍での名声の高さを買われて、牛投げさの守備を任され、後には、太陽軍の春国権の長にも任命された。圏案四年、孫作は、慶州攻略を考えるようになり、周囲を中森軍に任命し、江夏大衆の職務を任せ、攻略に当たらせた。六行の官を攻め落とした時、教皇の二人の娘を捕虜にした。孫作は、姉の代表、周囲は、 妹の正教を妻に迎えた。陣容まで軍を進めて、竜伊佐を破り、江夏を討伐、さらに吉尾と露霊も平定した。周遊は友江宮に駐屯した。検案五年に孫策が急死し、孫権が後継者となった。周遊は軍勢を引き連れて葬儀に参加すると、そのまま暮れに泊まり、長将と共に様々な書務を取り仕切ることとなった。この頃、 諸将や、触覚の中には後を継いだばかりの孫権を軽んずる、ものもあった。周囲は孫権に率先して、進化の礼を取り、規範を示したため、周囲もそれに従うようになった。なお周囲は、在野の露宿の母親の身柄をくれに移していた。周囲は、孫権の王者としての資質と高難の天運の存在を挙げ、露宿を説得した。シクは北へ戻ることを思いとどまり、 周囲の推挙により改めて孫権に仕官した。懸案7年、関和他史の戦いで、炎唱を破る勢いのあった曹操が、孫権のもとに死者を差し向け、人質を送ってくるよう命令した。孫権は軍神たちに議論をさせたが、長笑や旗松といった参謀たちもはっきりとした意見を出せなかった。孫権は、心の中では人質を送りたくないと考えていた、ことから、 母親のご子のもとに、周遊和人を連れて、その席で議論をしようとした。周遊は、人質を送らずこのまま力を蓄えて、天下の情勢を見極めるべきと述べ、ご子もこれに同調した。孫権はこれに従った。ご子も孫権に対し、周遊を兄として、使えるよう命じていた。検案十一年、周遊は、孫悠の軍の目付けとして、山越討伐を行い、朝、 この二つの頓所を攻略して一万人余りの捕虜を得た。その後、江夏大衆の郊祖が武将の闘流を使って孫権軍の前線基地であった西宋を攻撃したが、周囲はこれを迎撃、闘流を生け捕りにして、高頭に送還した。郊祖陣営から関連が投稿し、孫権に対し郊祖制抜を提案すると、周囲は旅網と共にこれに賛同した。 県安十三年春、孫権は英夏を討伐し、周囲は全部大正しに任命された。県安十三年九月、曹操が慶州に侵攻し、劉僧を降伏させた。これを受けて、孫権陣営では曹操に降伏するか抵抗するかで、論争が起きた。曹操は兵士数万を有しており、劉表の整備した慶州水軍も手中に収めていたため、孫権陣営では、 幸福論者が多数を占めていた。周遊はその時、美への使者に出向き、クレオルスにしていたが、主戦論者のロシクに呼ばれ急いで帰還した。内緒の会話で、すでに必勝の自信を持った周遊は孫権に、曹操を破ったら、長江上流は、私たちのものですと進言し、孫権はこれに同意した。後に、軍神の会議で、曹操を、漢の族と呼び、それへの交戦を主張し、 曹操軍が抱える数々の不利と自軍の利を降伏の軍心に説いた。周囲は曹操が自ら死ににやってきたというのに、それを迎え入れることなどありましょうや、将軍のために計略を立てることを許されたいと言った。後戦派の孫権は曹操に対抗することを決断し、三万の精兵を周囲や帝広志らに与え、曹操から逃れてきた劉備と合流した。 劉備は、半口に駐屯し、毎日、見張りを川辺に立たせて、孫堅軍を待っていた。周遊の戦隊を見えた劉備はすぐさま一層の小舟に乗って、周遊に、今、早々に抵抗するのは、まさしく計略の決定です。兵卒はいかほど、終わりか、と尋ねた。周囲が、三万人ですと言ったので、劉備は、残念ながら、少なすぎるというと、周囲が、 これで十分です。余衆殿は、周遊が敵を打ち破るのを、ゆっくり見てください。と言った。劉備は内心では周遊がを、必ず撃破できるとは信じられなかった。そのため後方に下がって、二千の兵を率いて、関羽、張飛と共に動かず、周遊に協力しようとはしなかった。おそらく身体できるように考えていたのであろう。石壁の水上で、曹操軍を迎撃させた。 周遊の予測通り、この時、曹操軍は、軍中に薬病を抱えており、一度の交戦で、曹操軍は敗退して、長江北岸に引き上げた。周遊らは、長江南岸に布陣し、武将、郊外の震源を採用して、曹操軍艦船の焼き討ちを計画した。降伏を偽装して、接近に成功した郊外が、曹操軍の戦団に火を放つとたちまち燃え広がり、 岸辺の陣営に延焼した。次にカラス林陸岸で、孫健、帝広氏呂毛、関寧、両党関あたり、周康志らは周遊に随行して追撃を加えて曹操軍を打ち破った。被害が多数に及んだ。曹操軍は引き返して慶州の南軍に籠もった。周遊が劉備と追走すると、曹操は曹人と女皇を皇領の守備に学心を 常用の守備に残し、自らは北方へ撤退した。戦後、孫権は、公領に目をつける。僧人の守りは固かったが、周囲は関連を医療に進撃させ、僧人と徐行の部隊を分断した。僧人が医療に軍を送り包囲すると、呂蒙の計略を採用し、両党だけを守備に残して、軍のほとんどを関連の救援に引き連れ、僧人の包囲を打ち破り、関連を救援した。 そのまま長江の北岸に陣を据えて、公領攻撃を続行したが、この時、正面決戦の末に、周囲は右の脇腹に流れ矢を受けて、傷を負った。周囲は重傷のまま戦に臨み、将兵が周囲に激励されたのであった。僧人側には大量の犠牲者が続出し、僧人を敗退させた。周囲は、編将軍に任命され、南軍大使の職務に当たった。 その功により、孫権は周羅を都抵抗に認じた。さらに法羅として、下春、寒政、劉明、周羅を与えられ、校竜に軍を駐屯させた。この後、周羅は、慶州の長江南岸の地を劉備に分け与え、劉備は慶州の南岸に軍を駐屯させ、近隣の公安に軍府を置いていた。しかし、劉備はこれでも、市民を養うのに足りないと考え、 呉の刑場に赴いていたとき、直接、孫権のところに、慶州の寸軍を借りることを頼み込みに行った。このとき、周囲は孫権に上訴し、劉備を牢落して劉備と関羽、張飛を分断し、両将を自ら率いると検索したが、孫権は今は早々に対抗するため、一人でも多くの英雄が必要な時期と考え、また、劉備を制約させることはできないだろうと判断し、 周遊の提案は却下された。また露宿は曹操という大敵に対抗するためには劉備に力を与えておくべきと考え、孫権に進言した。周遊は曹操が石壁での疲弊から軍事行動を起こせないと判断した。その間に劉将の支配が動揺していた駅州を占領し、駅州は孫遊に任せた上で、冠中の馬長と同盟を結び、自らは、 上用から曹操を攻めるという計画を立て、孫権の元に出向き、その同意を取り付けた。しかし、その遠征の途上に、友江隆氏にて救世した。36歳であった。周遊の死は孫権を大いに嘆かせた。孫権は県業に戻ってくる周遊の棺をぶ庫まで出迎え、葬儀の費用の一切を負担した。また、後に命令を出し、仮に周遊と、 平広氏が勝手に書き部を保有していたとしても、一切問題にしてはならないと言ったという。後彼の子女らも、呉の皇族と通婚関係を結んでいる。周羅の後は露宿が継ぎ、露宿の提案を受けた孫権は劉備に、慶州を貸し与えた。横領元年、孫権は即位した際に、周羅がいなければ、皇帝になれなかったと嘆いた。赤カラス2年、孫権が、 武庫で祭る廟を建てた。中国で最初の上皇病と思われている。陳治は、宗皇は上将という地位を利し、天使を手元に置き、その脅しを借りて、軍友たちの総統に努めていたが、慶州の城を落とすや、その勢いを借りて、十日の地に矛先を向けてきた。この時にあたり、意見を申し述べる者たちは、国の前途を危ぶみ、皆確信を失っていた。 周遊トロシクとは、そうした中で他人の意見に惑わされることなく明確な、見通しさを立て、人々に抜きんでた存在を示したというのは、真に、非凡な才能によるのであると評している。孫健はリクソンに対して、周遊らを論じたとき、黄金は勇敢で、威クは人を兼ね、ついに、盲徳を破り、慶州を開拓した。がにして次がたく、君が今これを継いでいる。孫健は、 王佐の氏と評している。党の士官が選んだ中国64名称に選ばれている。宋の起想の時、平取古白の爵位を追贈する。北魏の時、北岸近くにあるこの周羅病がよく知られ、周羅の名は大来人とも呼ばれる。小説、三国支援儀でも姿質風流、儀容修例に美男子として描かれている。二朝を推薦し、 および作望をめぐらして、大明と大志寺を破ることなどから、孫作の時代に、史実より出番が多い。孫作の死後に異名によって、孫権に仕え、長将と並ぶ重臣となった。石壁の戦いでは、史実と同様、主戦派の重臣として登場するが、劉備と孫夫人の結婚を提案する。劉備の使者として、呉に滞在していた。 諸葛亮にその出会いの時から翻弄され続けるそんな役回りを負わされている。自らの策をすべて見透かす諸葛亮を危険視し、暗殺を企むも果たせず、終始ライバルししながらもついに叶わず病に倒れる。臨終の際にも諸葛亮からの挑発的な書状を読み、天を仰いで、すでに周囲を生みながら、なぜ諸葛亮をも生んだのだ。土地を吐いて粉死するという最後となっている。 ただし、軍事の際は演技においても優れており、石壁の戦いをはじめとして、多くの戦いで先行を立てるのは、史実と同様である。一国を担う、正規、常人に勝る才壇を持つ人物として描かれているものの、それをさらに圧倒する希望を備えた諸葛亮の引き立て役にされてしまったというイメージが強い。狂撃では、 修郎というあだ名の通り古来から二枚目が演じる役とされており、美目修礼な英雄としてのイメージが定着している。なお、演技において、諸葛亮の代名詞となっている、同詞風の鱗筋、羽根線は、現代までは、修遊の姿をイメージした衣装とされていた。北宋の詩人、祖職の年度京という詩では、遥か双向金当年、小京発嫁亮、有詞英髪、羽 大義林金、男将官保柱屋倉培非延滅と歌われ、南総大のよう万里の詩、宿り期大、周元吉古北古月か差し行動でも、就郎が、また岸らは岸林金と読まれている。長威府の官、漢宮春寺方寺父もという身寄りでも、王子賞、就郎消費、風流は、大義林金と、就郎と、羽、大義林金がセットとしてイメージされていた。これが、 諸葛亮のものになっていくのは現代後期以降である。ありがとうございます。